こんにちは、出会えば就活チャンネルの清水です。今日はですね、Gマーチの斉藤くんに来ていただいてですね、面接対策で、今日ですね、斉藤くんに事前に学知課を書いていただいて、そこをもとにですね、面接をしながら、場合によってはそこからもう少し質問をされていくと、こんな形でやらさせていただきます。じゃあ斉藤くん大丈夫？緊張してる？はい、緊張してます。よろしくお願いします。はい、じゃあ始めましょうね。大体時間は20分ぐらいでやって、その後解説させていただきます。よろしくお願いします。そしたらね、斉藤くんね、実際にこの今、はい、あの学知課を書いてもらったんだけど、ちょっとあなたがね、この、まあ、頑張ったことを手短にちょっと簡単にもう一回話してもらっていいかな。はい、私はゼミナール内のコンクール出場チームのリーダーとして、後輩指導の、カリキュラムを新しく作って、論文大会でのコンクールでの優勝を目指しました。なるほどね。これゼミナールっていうのは、はい、こういわゆるゼミのこと言ってる？はい、そうですね。自分が所属しているゼミナールになります。これもうちょっとね、詳しく教えてほしいんですが、あなたが所属してたゼミってどういうゼミなの？はい、私のゼミは金融と証券を主に扱うゼミナールでございます。金融と証券を扱ってどんなことをやるゼミ？はい、主に輪読と証券ゼミナール大会という大会に出てています。あ、この大会っていうのは証券ゼミナール大会っていうの？はい、そうですね。証券ゼミナール大会というところで、部門ごとにチーム、ゼミナールの中でもチームで分かれて出場しています。これは具体的にどういう大会なの？こちらは論文作成を、討論の1ヶ月前ぐらいまでに終わらせ、論文を提出し、当日は討論を1日から2日にかけて行うという大会でして、論文と討論のそれぞれの部門に点数がついて順位がつくという形になっております。これは学内、それともいろんなインターナショナル、まあ、いろんなところ集まってやる大会？はい、学外で、全国ですね。あ、全国の、あ、そういう大会があるの？はい、そうですね。討論大会のようなものがございます。それ正式名称なんていうの？金融証券ゼミナール大会っていう。あ、証券ゼミナール大会。これは実際にどのくらいの大学とどのくらいの人が参加する大会なの？はい、テーマごとに分かれておりまして、そうですね、ベンチャー企業のことをやっていたり、金融教育をどう広めていくかなど幅広いジャンルがございまして、そのテーマごとによって参加する学校の、偏差値だったりは違いがあります。じゃあ大体、じゃああなたたちが参加しているのは どんなやつの部門に参加してたの？はい、私がリーダーを務めたのは金融教育を広めるという部門になりまして、はい、そちらの方は、大学は関東の大学であったり、まあ、同じようなレベルの大学が多かったです。これちなみに何大学で何人ぐらいがそこに参加したの？はい、私の部門は、5チームになりまして、1チームだいたい5人6人いますので25人が参加という。ああ、そういうイメージね。はい、で毎年そのあなたたちのゼミでこれには必ず全員が出席しなきゃいけないんだ。はい、そうですね。はい、でこれここで書いてあるね、ちょっと教えてほしいんですけど、あなたがその要するにゼミのリーダー、ゼミ長、あとチームのリーダーに。あ、チームのリーダー。じゃあ、この金融教育を広めるとこのチームのリーダーだったっていうポジションね。で、あなたたちもこの大会に出場したんだよね。はい、そうです。で、この毎年2年生が討論部門で活躍できない課題がありましたって、これあなたたちのことではなくて、あなたたちの下の代の話だよね。はい、そうですね。昨年は自分も私も2年生でありましたので、活躍できていなかったですし、まあ、その前の年も2年生が活躍できていないという課題がございまして、これには2年生からゼミナール活動が始まるので経験が浅いまま討論大会に進み、討論大会で知識だったりテーマ理解が深まっていないことから、まあ、3年生が主に発言するという形になっておりまして、2年生が発言できないというところが活躍できないという大きな。それはあの一つのあなたのチームってさ、2年って3年生、はい、混合のチームになるの？はい、混合のチームになります。あ、じゃあ2年と3年が混合で大体チームを作って大会に出るっていう、そういう話なの？はいはい、そうです。ああ、なるほどね。その時ってさ、例えばあなたのそのところのチームって5人いたの？はい、5人いました。それでメンバー構成は？はい、私含め3年生が2人と2年生が3人になります。3年生が2人で2年生が3人ね。で、もともとそのチーム編成をして、じゃあ一緒にこの大会に出ようってなった時に、どんな課題があったの？
はい、課題とし、ま、優勝を目指していたので、そこまでの課題といたしましては、早く論文を作り、論文を完成度の高いものにするという課題、うん、で早く論文を作って討論大会の、対策をしなければならないという課題がございました。これちなみにそのあなたたちがじゃこの金融教育のを広める部門に出るってことを決めて、そのメンバーを組成して5人でやったんでしょ。はい。でその時ってすでにその何チーム出るかっていうのは出る前から分かってた？応募する時には分からず、4チームから6チームほど毎年出ているので、4から6の間で優勝争うのかなというふうに。あ、そういう感じね。はい、大体いつぐらいにその2年生3年生のチームを作って、大会はいつあるの？はい、5月にチームを作りまして、大会は12月になります。うん、あ、12月ね。じゃあ、はい、5月から12月の大会までの間のさ、ざっくりしたスケジュールってちょっと話してもらっていい？はい、大体10月11月ぐらいのまでに、論文を作成して、11月に提出しなければいけないので、今年10から11月、まあ、ギリギリの11月に毎年提出していました。これ論文って例えばその年に課題が設定されるの？はい、まあ、テーマの大枠は変わらないんですけれども、論点が変わっていたりだとか、今年であれば今までは大学生や社会人までの教育を教えればよかったんですけれども、高齢者という新要素が出てきたりだとか、論点が変わったりだとか、がちなみにこれ差し支えなければでいいんですけど、はい、どういうテーマだったの？金融教育を教えるというテーマで、金融教育を考え直す、日本の金融教育を考えるということでして、大まかに言うと日本の老後であったりの不安が拭いきれないという社会情勢になっていることから、日本人の貯蓄という考え、貯蓄一辺倒であるという考え、資産運用の考えを、まあ、投資寄りにして、年金だったり退職金が十分にもらえない世代になっても、その人たちも老後まで安心して暮らせるようにするというための資産運用だったり、詐欺に這わないような知識をつけさせるための方法を考えるという。あ、それがテーマだったの？はい。で、あなたたちはそのテーマを与えられて、実際にこれどういう内容を書こうみたいなのって、どんな形でこのワークって初めてスタートしていくの？はい、論点が いくつか決まっておりますので、論文の量が比較的多いということで、うん、1人論文が 1000ちょいぐらい書くぐらい。1000ページ、はい、あ、1000文字。1000文字、1500文字ぐらいでして、はい、まあ、そこを結構調べたりだとか、独自の案を出さなければいけなかったり、うん、まあ、そので結構手分けしてやる形になっておりました。テーマごとに、テーマの中の小テーマごとに手分けして、一人一人がそれぞれ論文を作成するという形。全体としては 何ページの何時ぐらいのやつの論文を完成しなきゃいけないの？参考文献含めて45ページぐらい。45ページぐらいのものを完成して、その出した提出した論文をもとに議論をどういう形でするの？はい、議論は当日、5チームであったら5チームが集まり、先生、司会のような先生のような方がいらっしゃいまして、うん、テーマ、その中の、ま、論点の進行をしていただくという形で、その中で質問し合ったりだとか、自分の意見を主張したりだとか、その他者が出してくれた意見に付け足して、もっとこういう意見にしましょうっていうところを出していくという流れになります。これ例えばさ、まあ、2年生3年生混合のチームでさ、あなたたちこの書いてある内容ってさ、2年生がこう2年生をもうちょっとこう引き上げなきゃいけないっていう話なんですけど、なんでそのことが重要だと思ったの？はい、主に自分の経験から来ていることと、まあ、優勝チームだったり教授にヒアリングして分かったことなんですけれども、うん、当日の討論という、討論部門の点数配分で、うん、チームワークであったり積極性という項目がございまして、うん、そこの点が 毎年我々のゼミナールの中のチームでは足りていない。昨年であれば自分自身も私自身も発言できず、そこの部門の点数が低く悔しい思いをしてしまったので、これなら討論大会の、発言チームワーク部門の点数をもっと取らなければいけないということで、そちらに注力しました。これ何、点数の評価の時に、はい、要するにまんべんなくみんなが発言してないと点が上がらないみたいな仕掛けになってるって意味？はい、そうです。じゃあ参加したメンバーがみんなちゃんと発言してないと点が上がらないってシステムになってるんだ。はい、そうですね。じゃあそうすると2年生もちゃんと自分なりの意見が発せないとダメだっていうところ。はい、自分なりの意見。そういうことね。で、
じゃあ例えば2年生がきちっと発言をさせるために最も重要なことは何だっていうふうに斉藤君は思ったの？はい、知識がなければ結構飛躍した話になってしまったり、投資の話がメインになってしまったりだとか、そういうことが起こりますので、うん、テーマ理解を深めること、金融教育の基礎知識だったり、うん、それの応用できる、応用のための知識が必要であると考えました。もうちょっと具体的に、例えばその、まあ、2年生と3年生混合チームでついて、こう要するにここで優勝、じゃあ戻るけど、優勝するためにはどういう要素が備わっていると優勝できるの？1だから論文の方でいい点を取るにはどうしたらいいのか、その実際の討論大会でいい点を取るにはどうしたらいいのかっていうのは具体的に言うことも。論文の方は、与えられた論点に沿ったことであったり、あとは独自の提案、うん、提案の独自性だったりが評価されます。で、うん、論文の方では主に議論をどう引っ張っていったかであったり、うん、質疑応答がしっかりできているかであったり、他のチームの意見を引き出したりだとか、うん、質問を積極的にできるかという観点で見られておりまして、論文と討論大会それぞれ半分半分ぐらいの割合で点数がつくという形になっております。それ例えば何と何をどういうふうに具体的に変えればいい点がつくっていう構造は理解してたの？はい、点数の内訳表というものが、その大会1年の大会が終わった時に渡されまして、うん、私は同じ部門を受けていたので2年生の時に、うん、その大会の運営者の方からいただいたその内訳表を見て、100点満点の表で足りない点数のところが討論のところに多く、論文はだいたい点数を取れていたんですけれども、討論大会のところで点数が低かったので。あ、なるほどね。討論大会で点が一番低かった。討論大会って例えばさ、どういう要素をチェックされてたの？討論大会はまずプレゼンの、うん、一番最初のプレゼンの点数であったり、うん、議論を引っ張って いけたかどうか、うん、だったり、その自分たちの独自案に妥当性があったか、うん、あとはチームワーク、うん、どこが点が良くてどこの点が悪かったの？はい、独自案の提案であったりは良かったんですけれども、うん、質疑応答のところで少し点数が低かったり、うん、その分発言できていなかったり、質疑応答が十分行えなかったというところで、発言が少ないという、発言量、積極性のところが低くなっていたり、チームワークのところが低くなっていたりしました。その点数、あなたが2年生の時に参加したのと同じ点数で来年もやるってことが分かったわけだよね。はい、でそれに基づいて新チームを作った時に、あなたが優勝するために何と何と何が重要で、どんな戦略を取ろうって決めたか、もう一回話してくれる？はい、まずは論文作成を早めに終わらせる、うん、で討論大会に出る時の、討論で話すための知識を 得させる、うん、でなおかつ、まあ、プラスでできればいいなってと思って少ししたのが討論大会の、模擬演習というところです。なるほど。その論文作成を早くやって、討論の知識をさせて討論対策をするっていうあれなんだけど、そうするとみんながそのさっきの課題の発言はまんべんなくできるようになるの？はい、そうですね、結構なると考えておりまして、そうですね、論文作成の時点で結構昨年までだとその知識が本当に結構ないまま、うん、3年生の方が資料を渡されて、あ、俺らが喋るから大丈夫だよのような形で、2年生はもうほぼ空気のような形で、うん、3年生がやらなくていいよって言われたところは本当にやらないっていう形だと、自分の本当の基礎知識、この何歳の時に、あ、これ身につけば解けばいいという情報だけを、うん、把握しておりますので、自分のチームの独自案の根拠だったりだとかは全く理解できていないという状況が毎年続いていました。あ、でも手分けして2年生に作業はさせるんでしょ？はい、手分けしてさせるんですけれども、そちらは結構本当の基礎的な部分でありまして、その手分けしてしまっているからこそ完全に範囲が離れてしまっているので、独自案に一切関わらない後輩がそのまま討論大会に行ってしまうという。これ最初にこのチームを作った時に、はい、斉藤君の一番の目的っていうのは、1、優勝することが重要だったの？それとも2年生がもっと知識をつけることが重要だったの？どっちを重きを置いたの？そうですね、優勝することが重きを置きました。優勝することが重要だと。はい、じゃあ優勝することが重要だと思った時に、
はい、その一番の重要な施策はもう一回言うけど何だったの？はい、重要な施策は、基礎知識をつけさせるために、勉強会を行うということ、双方向的な教育体制を整えることが一番の施策でした。双方向の勉強会をすることがなんで重要なんだっけ？はい、昨年までは3年生からの一方的資料、3年生が指定した資料を読むだけという一方的な教育が行われていて、それだと2年生のが基礎知識だけでなく応用知識も、質問をする機会などもなかったので応用知識も得ることができなかったため、双方向的な、教育体制が必要だと考えました。双方向のじゃ教育体制の中で斉藤君がこだわってやったことってどういうことなの？はい、毎週一番こだわったことは毎週の相談会を開催することです。その毎週相談会をやることによって何が解決されるんだっけ？はい、こちらは、そもそも私がリーダーで引っ張っていくということで、いきなり優勝を目指すから協力してくれというところで、協力してもらえないというところでしたので、毎週の相談会を行うことで、後輩がすぐ疑問を感じたらすぐ質問できて、それが解決できるというまず楽しみを、覚えさせるというところであったり、後輩がわからないところをもう気兼ねなく聞くことで、いろんな知識をもっと自然に増やしていくというところが私の狙いでした。それでなんか実際にその2年目、あなたが3年のリーダー、そのチームリーダーの時にさ、あなたのチームってこれ、はい、関東省って書いてあるんですけど、これ5、6チームの中のどうしたら、どういう人が関東省なの？そうですね、最優秀賞が決まりまして、関東省は出る部門と出ない部門があるらしいみたいなんですけれども、関東省というのはまあ主に2位であって、2位のとこね、はい、あなたが一番最初の2年生の時は何位だったの？6チーム中4位でした。4位。じゃあ3年のリーダーになった時に、2位になったってこと？はい、そうです。優勝チームに比べてあなたたちが劣ってたとこって何なの？はい、これは私の戦略ミスになってしまうんですけれども、プレゼンのところ、プレゼンの完成度がかなり我々と比べて高かったです。あ、プレゼンの完成度が違ってた。はい、はい、その完成度って何？彼らプレゼンってよくわかんないんです。これみんなが手分けしてパートパートでやるの？はい、チームごとにプレゼンを行うんですけれども、自分たちの研究してきた内容を10分にまとめてプレゼンテーションを一番最初に始めるというところで、そこにも点数がつきまして。そのプレゼンテーションってさ、そのメンバー5人全部手分けしてやんなきゃいけないのか、1人でやってもいいし2人でやってもいいとか、そういうルールは何かあるの？はい、内容は多分他のチームも全員で作るんですけれども、発表者は1人でも2人でも大丈夫という感じです。なるほどね。じゃあここで切ってみようか。はい、ありがとうございました、はい、これ普通の面接の時っていうのは、あなたが一番頑張ったことは何ですかってことをいきなり聞かれる。はい、あとはなんか こういうこれだったら人を巻き込んだことを教えてくださいだったり、誠意とか熱意とかを見せたことを教えてくださいのような。ああ、それどのくらいの時間の面接でそういう質問が多いの？30分。30分の面接ね。でそれ面接官っていくつぐらいの人がやってる？35歳ぐらいか。なんでさ、そのあなたが一番頑張ったことって質問を最初にしないか分かる？そうですね、まあ、そのままだと用意してきた回答がそのまま出てしまうからです。ていうか面接官にとってもこれ重要なんですけど、状況理解を正しくするってことを一番最初にしないとダメだから、あなたのこの書いてある状況はどんな状況かっていうのを理解しようとするんだよね。で状況理解が深まれば、あなたがここで個別にやったことが何とかが重要なことのかそうでないことかが状況を理解すると分かっちゃうんだよね、はい、だから僕らは状況理解をものすごく細かくしに行くの、分かるまでね。で分かると、あ、こういうことだったんだって捕まえられちゃうから、あなたがこれが頑張ったことって言ってもそれはそんなに大変じゃねえかもしれないっていうことが面接官なりの何だろう考え方が構成されちゃうんだよね、はい、だから俺は今斉藤君のこの状況説明を理解したことによって、何だろう、あ、こういう状況でこういうことをやったんだってことを俺なりの感覚で捕まえてるから、その何だろうな、あなたが頑張ったことは何ですかっていうことを最初に聞く面接官は俺レベルが低い面接官だと思うんだけど、そういう質問しないんだよ。だって俺これそれ質問これなんでね、
今回やって俺はなんか分かったことは何かっていうとね、まずね、斉藤君、これ本当の面接の時注意してほしいんだけど、はい、説明をきちっとするのをもうちょっとちゃんとしないとダメだな。そうですね、はい、状況を理解させるのにね時間がかかりすぎてるんだよ。はい、そうですね。そうだよね。だからすっごく分かりやすくこのシチュエーションを話さなきゃいけないんだよ。はい、どうやって話すとさ面接官が一発でこういうことなのねって分かると思う。まず目標だったりその中の自分が目指した姿っていうのをちゃんと定義付けして、今回であれば、まあ、討論大会をとにかく、まあ、討論大会で発言するために、テーマ理解が必要だった、もっと広いテーマ理解、応用的なテーマ理解が必要だったっていうところをきちんと言うっていうところです。もしね、はい、僕が斉藤君だったらこういうふうに状況を説明すると思うんだよね。はい、私は金融ゼミに所属していました。はい、でその金融ゼミでは毎年、金融のですね全国大会の討論会があって、そこに必ず出ることになってるんですね。でそれは2年生と3年生が混合チームで必ず出るってことになっていて、だいたい5人ぐらいでチームで、だいたい2年生3年生が半分ずつ入るって形で毎年やるって形になってたんですね。で私も2年生の時にも参加したんですけども、その時は参加6人中5位で、まあ、すごく成績が悪かったとともに僕は全然活躍できずに、先輩が、先輩のアシスタントみたいな形だったんですね。で実はその時に点数の付け方っていうのを教えてもらえて、まあ、私はそれ出たん で次の年も同じ部門に出ることになったんで、どうやったら高得点が出れるかって分かってたんで、私がチームリーダーになった時にこうやればこう要するに勝てるっていうことを理解したんで、2年生と巻き込んでどうやったら勝てるかっていう戦略を考えて大会に臨んだんです。そしたら分かりやすく伝わるんでか、これで。はい、分かりやすく伝わる。そうだよね。そうすると、あ、そういう状況なのねってなるんだよ。そうだよね。はい、今みたいにねスパッて説明しないと、はい、でその次からが勝負なんで、あ、なるほど、そういう状況なんだと、ここから勝負なんで、で、はい、優勝することが目標だとすると、優勝するために何が欠けてたのかっていうことの課題分析だよね。はい、じゃあ優勝するために欠けてたことは何なんだろう、もう一回聞きください。何、はい、討論部門での点数が足りない。討論部門での点数が足りない。はい、うん、かな、そこが硬いかな。でよ、じゃあ討論部門での点数が足りないという課題があったと、自分たちの時にね。はい、討論部門の点数を上げるために必要なことは、一番大切なことは何？2年生のが発言できるようになると。2年生が発言できるようになる、発言できるようにするためには何が重要なの？2年生に、ちゃんと勉強、2年生を教育するということ。教育すること。じゃあ教育する中で一番重要なことは何？はい、はい、対話を交えることであった。それじゃダメだな。いい、今回の課題で一番重要なことは何かっていうと、今まで2年生は3年生と2年生の関係で言ったら、要するにお前言ったことやっとけ、助手の関係なわけでしょ。はい、これだったら自分なりの発言なんかできるわけないじゃん。そうです、はい、そうすると自分なりに2年生もこの意味とかを分かって、自ら自発的に学んで知識をつける、自ら自発的にそこに参加して学んでいくっていう姿勢を作らないといけないっていうところに行かないと、多分いけないはずなんだよね。そうだろう。そうですね、はい。そうすると自ら学んでこのことが楽しいっていう風になる形にして、そして知識量を増やすことによって自分が自信を持たす、これが一番重要だって俺ならそういう風に指定するけどね。はい、そうですね、そう言いたくて、言いたかったです。それを言わないといけないよね。そうすると、はい、まず自信をつけさせなきゃいけない。そして勉強して、自ら自分で勉強して自信をつけさす、でその後で実際の大会のための細かなスキルチェックなんだよな。はい、そうするとどうやって自ら前のめりでこの部分を興味を持って勉強さすことが重要で、私はこういう取り組みをしましたっていうのが主体な話として動かないと、はい、薄っぺらな話として今構成されちゃった。はい、そう、はい、そうです。そうするとそういう話にしなきゃいけない。でその部分が自発的になって、でもそう言ってもね、清水さん、最後やっぱりこれ大会に勝たなきゃいけないから、そのレベルまでなった後で大会に備えてプレゼンテーションの練習とか
こういうスキルもつけさせたっていう風な話の二段構えで俺なら構成するな。で、重要なのは2年生がどうやって自発的に自分たちが知識を学んで積極的に3年生と一緒にやって3年生とレベルと変わらないぐらいになって対等に話し合えるようにするかっていうとこを腐心するために私はこう言うてこう言うてこう言うてこういう手を打ったっていう話なんだ。その中の一つが専用の個別勉強会であり毎週の相談会なんだよな。そうです。で、これもこれをやったってだけじゃダメなんだよ。そんなにすぐに下級生が先輩と仲良く一緒にやるわけないじゃないだよね。そうすると最初にこういうことをやり始めたんだけどうまくいかない、実際うまくいかないでしょ、はい、そしたらこういう問題が出たから次はこういう手を打った、はい、しかしまたこれもこうこうこういう課題があったからこういう手を打った、だからどん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 いろんな手を打ってやっとこうなったってことを喋れないといけない、はい、そうするとあ、なるほどね、そうやって後輩を巻き込んであなた 2年生3年生が対等になれるようなものを作っていったんだねってことが伝わるよね、うん、それが構成なの、うん、そういう形で言うとどういうふうに説明する？だって最初からさ、2年生、まずそれを例えば個別の勉強会を行って、はい、個別の勉強会を行ったらすぐにそのうまくいくようになる？いや、ならないです。で、個別の勉強会を行ったら、でどういう課題が次出てきたの？はい、個別勉強会を行ったら、まあ、質問が出てくる。質問が出てくるというところで、うん、毎週の相談会を行うことで、うん、まあ、毎週そこで出てきた、課題とかを毎週の相談会で解決したりだとか、うん、毎週の相談会で、細かい目標設定だったり、1ヶ月後にここまで論文書こうということであったり、うん、まあ、ここまで学んどこうっていうところを決めるっていうところです。そこをね、風にしました。今パラ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 言ってるんだけど、要するに筋を作って話をしなきゃ、はい、最初にまず勉強会を始めた、そしたら勉強会で最初は質問も出なかったから次回質問が出るようになったと。そうだよね、うん、質問が出るようになった、はい、じゃあ質問が出るようになってそこで答えちゃったと最初。でもそうすると考えなくなるよね、はい、だから最初は質問に答えてたんですと。そうしたら何回やっても自分で考えるって知識は身につかないから少しおかしいなと思ったんで、次回からは質問が出た時にこれはこういうふうにして自分で調べてごらんなさいっていうふうに対策を打ちましたと、はい、で次回の時にはそれで持ってこさせたら調べてこういうことが分かったんです、あ、でもここの部分の調べ方は不十分だからここをもう少し調べなさいっていうことを繰り返してやったら自分なりに理解が深まりましたとね、うん、俺やってないけどそれなりに話すでしょ、なんか。はい、でもこの通りのことをちょうどやってた。だろ、それを説明しなきゃダメだ。はい。セオリーってそうだから、あ、そうなんだ。で、やっと自分で考えていくような水準になったと。じゃあ次は何、うん、次は何するの、まあ自分で考えれるようになってきた、その次は、その次は、そうですね、独自案だったりをその考える。独自の案を考えさせるっていうステー、今度、しなきゃいけないよね。じゃあ独自な案を考えさせるようにするためにどういう風な工夫させたの？そうですね、独自な案、まあ、私たちが参考にしているものを一緒に見たりだとか、うん、まあ、一から考えるときにこの基礎知識がそこまでに補充することができていたので、一から教授と普段は参加していなかったミーティングに参加していただいてそこで考えるという。ああ、うるせえでしょうね。まず基礎的に自分が考えるって癖がつきましたと。で、自分なりの考えて調べるってことのレベルが達してきて、もっと独自の案を出すためには何が必要なの？そうですね、どんなものがないと独自の案って出てこないの？一応もっと豊富な知識が必要なのか、何があれば独自の意見とかっていうのは出るようになってくるの？まあ、もっと豊富な知識かな、うん、じゃあそしたらさ、いや要するに学ぶということができるようになったら次はもっとオリジナルな意見とかもっと独創的な意見を言うためにはもっと知識が必要だ、はい、そうだね、はい、で勉強できるレベルのとこまで来たから、じゃあもっと深い知識をつけさすために具体的にこうやったこうやったこうやったって並べていくんだよ。あ、なるほどね、うん、例えば言ってた詳しい専門の教授のとこに聞きに行かすとか、うん、こういうことをやったこういうことをやった、でそれでこうなってきた、でその次にじゃあ独自のアイデアも少しずつ出せるようになってきたら次はどうしなきゃいけないの？はい、2年生の経験不足を補うために討論の次は経験不足を補う、いいよね、はい、じゃあ経験不足を補うためにどんな手を打ったの？はい、主に、討論の大会の概要をまず説明して、うん、ロールプレイングのようにまずお互いに討論をするというロールプレイをやって
った、いいよね。じゃあそれで討論のを慣れてスキルがアップしたら次にやったことは何？はい、ロールプレイングの反省会。反省会、はい、反省会をしてレベルアップするために反省会をしてもっとこうしようこうしようって改善を重ねていった、はい、これ分かる？ PDC を4回回したんだよ、うんうん、はい、そうだよね。さっきのさ、斉、はい、藤君の説明よりもはるかにこの方がよくね。いいですね。こちらのが妥当性があると言いますか。妥当性があるし、はい、ちゃんとやったなってわかるよね。わかります、はい、もしこれの筋でいくんなら俺はこの ES ってダメだと思うよ。この ES ってダメなんだよ、うん、そうですよね、はい、そうだよね。そうすると ES って書かなきゃいけないことは今4回 PDCA 回ったよね、はい、で我々が優勝するために必要なのは2年生と3年生が同じ実力で対等なチームにならないといけないこと。そのために必要なのはまず2年生が要するに知識をつけるっていうよりもまず勉強を自らするところのポジションに立たすんだよな、はい、でそしてもっと自分の中で独創的な意見を言えるようにして、そしてその次は実際にその討論会で慣れていく、で討論会で素晴らしい意見を言う、この4ステップが重要だと思ってます、思いました。なぜならば私が2年の時にそういうふうなことをしてないからダメだったというふうに私が分析したからだっていう、はい、そうするとね、これだったらこれ優勝するために僕が2年の時の問題点はこことこことここだった、そのために私はこの4ステップを踏んで改善しようと思った、そして実際にこういうふうにやって、ね、優勝はできなかったけど2位になれました。これがES なんで、その中でじゃあ4ステップで具体的にやったことをもうちょっと説明しなさいっていう風になってくるといい話だよね。そうですね、はい、清水さんが言ってくれた話だったらこの人すごいいいことやって思うだろう。これがやることなんだ、うん、ね、だから斉藤がね整理できてないんだよ。そうですね、はい、整理できてないで話しちゃうから散らかされちゃってるんだよ、うん、で重要なのは今みたいに整理して一本のストーリーできちっと話すっていう力がつけておかないと面接で何言ってっか分かんないってなっちゃう。そうですね、はい、今の話だったら数字一貫してるでしょ。はい、しています。だからそうやって整理する、はい、そうするとどんなとこ聞かれてもね、え、こうやったんですこうやったんですこうやって、あ、なるほどねじゃない。そうですね、はい、これが作り方。そうするとこうやって作ると ES も変えなきゃいけなくなるよね。これそうですね、はい、ES 変えた方が良くなるし、この ES だと俺はちょっとよくわかんないなってなっちゃうから、そういう風にして変えていくと ES も良くなる、で実際の面接でも突破できるようになるんだよ、はいはい、これが改善の仕方、はい、できる？大丈夫？大丈夫です、はい、OK。 そうするとね、多分ね斉藤くん、こうなんだろう、せっかちだろう。そうですね、ちょっとね考えるから話す、考えてから話すっていう風にした方がいいね、はい、まとまりきらないうちに話し始めるでしょ。そうですね、まとまってないのにこう何個かポンポンって出して、その、まあ、意図だったり流れはちゃんと説明できてないなって喋りながら感じてました。もうだからね、喋っちゃう喋っちゃうって先に立ちすぎるから、ちょっと考えてから喋る、考えてから喋るっていう風にした方がいいよね。そうですね、はい、そこを意識して、でこれもちゃんとしたストーリーをねきちっと作って、こういう風に喋ろう、こういう風に喋ろう、こういう風に喋ろうっていう風に決めて喋るってことをやって、それを練習するんだよ。そうするともっともっと上手くなる。はい、ありがとうございます。そうやってやっていくといいのね。はい、大丈夫？はい、大丈夫です。でもね、そういう形でこれ、このテーマに限らずね、はい、そういうストーリー作りなの、うんうん、僕らがあなたたちと違うとこっていうのはストーリーをちゃんと作って話していくってことなんだよ。そしてこのストーリーにした方が相手に伝わるんじゃないかとか、どういうストーリーにしたら相手のに刺さるんだろうってことを考えて使っていくわけだよね。だから今日だって俺別にこんな論文とか書いたこともないんだけど、ずっと斉藤君とヒアリングして斉藤君が話した内容を、あ、こういうこと言いたいんじゃないかなって勝手に思ってさっき喋っただけだよね。僕よりいいのができてました。いいのできちゃうでしょ。だからそれがまとめていくってことなの。俺らはその材料をこういろいろ落ちてる材料をね拾い集めて、この順番でこうやってこうやって話したら論理的にもなって相手の心を打つっていうのはこういう引っ張り方だよねっていうのを作る力が強いからやってそれ、うん、それを今教えて差し上げたようにやるのね。だから重要なことは1、課題のとこでを、要するに目標があって課題は何、その次に PDCA をちゃんと見せて、4段階のステップをわずあったのを、ここだとさっきの話だとそうは聞こえないじゃない。
そうですね、まあ、何やったのって勉強会やりました。いや勉強会やったぐらいで解決しないんじゃないのって思われちゃうじゃん、はい、それが最初はね、最初のステップはまず自ら自分たちが一緒に学ぼう、要するにお客さんじゃなくて自ら自分がやるって形に2年生をしなきゃいけない、そのためにこれをやった、してそれができるようになったら今度は自らもっと自発的な意見というか独創的な意見を言わすためにこれをした、そしたら僕らと同じレベルまで来た、じゃあ次は大会に向けて、ね、実際の離れが必要だ、だから一緒にやってお互い反省会をしてもっとレベルアップしたっていうと筋道がバン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 ってなるじゃん、うん、そうやっていくので、そのプロセスの中ではこの中で努力したことは何って言ったらこれとこれとこれ、この中で頑張ったことはこれとこれとこれ、ここはこことここここっていうと1個のものに対して3つぐらい重要なことが出てくるんじゃん、うん、はい、でそれが面接で、このことはどうやったの、これとこれとこれなんです、説明ですよね、このところはねこれとこれとこれなんです、そうするとなんと要素が、ね、4つのブロックの中で16個も出てくるから、すごくいっぱいやった感じが満載されるんだ、これで。そうですね、そうです、そう思います。それが相手を動かす話し方、あ、勉強になります、とても。だからまずは自分のやったことをそういう形で整理してごらん、で、はい、こうやってやっていく、だからね PDCA ってこういう意味なんだよ、最初にやったことは何、次にやったことは何、うん、その次にやったことは何、これに論理性をさっきみたいにつなげていけばいいんだよね。論理性どうやってつなげたかって、ね、2年生を戦力化するために重要なことはまず自ら自分でやろうという気持ちにさせるということだよね。で、蘇生させていって、はい、次は、ね、自分たちと同じ独創的なんか言えるような立場になる、離れするで、離れした中でももっともっとできるようになるみたいな、なんかそういうねステップを作ってあげる、うんうん、そうすると構想を作りやすいじゃん。で、それを作ったら、これで具体的にやったことはこれだったな、これだったな、これだったな、これだった、もう一回書いてみるんだよ。これだった、これだった、これだった。で、それで、じゃあ、ES で書くんだったら細かなことなんて書けねえから、4ステップのことで書いてあげればいいんだよ。ああ、なるほど。そうだよね、はい。私は優勝を目指すために重要なことは、2年生が3年生と同じようなレベルになることだ、はい。と、もう一つは、ね、去年の点数が悪かった、本番での対応でしょ、うん、この2つが重要だっていうふうに思ったとかって、そのためにこの4つのステップを作った。で、この4つのステップをやったことによって優勝はできなかったけど2位になった。これで ES できちゃうじゃん。いや、その通りだと思います。で、それでやって待てばいいんで、面接を。そうすると4つ書いたから、うん、2つに最初書いたじゃん。いや、この一番最初のことってどんなこと。こういうことです。あ、そうなんだ。こっちはこういうことです。じゃあ具体的にやったことはこれはこう、これはこうって、だって自分で作ってるから、あなたが予想しない質問がもうほぼないんだよ。そうですね、工夫したとことか言われてもシーンとか言われても答えられる、答えられるよね、はい、これが面接に向けての対応。俺ここまで準備したら面接官があなたが予想しない質問ってほぼ出ないと思うよ。そうですね、はい、あと出るとすると、いや、なんでリーダーになりたかったの。いや、去年ね悔しかったからね、僕はリーダーになってどうしても優勝したいと思ったんです、うん、あ、そう、これで終わりだよ。そうですね、そうだよね、はい、そうするとこのあなたの ES の範囲についてあなたが予測できない質問がもうなくなるってこと、うんうん、はい、そしたら困ることなんもないでしょ。あとは他はどんなこと頑張ったのって振られるだけなんだよ。そうですね、はい、他のエピソードに振られちゃうから、このことの中で言ったら俺あのね、相手がもう質問できないぐらいの形で固めるのって言うほど難しくないんだよ。ああ、そうなんだ。こうやってしたらもうだってこの範囲の中で質問できないもん、はい、どんなことも答えられちゃうから、そこみんな作ってくる、うん、まあでも今ぐらいまでまとまってればちょっと違うこと質問されても俺あの多分斉藤君答えられないことはもうなくなると思うよ、うんうん、ここまでやれればほぼこの話としては完璧なんだ。そうです、はい、そうやって作るといいね。はい、ありがとうございます。大丈夫。そして今日はですね G マーチのですね斉藤君に来ていただいて、まあ、斉藤君の書いた ES をもとにですね実際に面接をさせていただいたんですけど、まあ、基本的な感じで言うとですね、少し自分の言いたいことが散らかされてる、これを一つの筋にしてきちっと相手に分かりやすくってあげる、これをすることによって全然変わる。それと喋り方も一個一個の言葉に重みを置いて喋る、まあ、これによってだいぶ改善されるんで、まあ、実際にこの部分を意識してですね練習してください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。見ていただいていいねって思ったらぜひ高評価、そしてコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。